皆さん、こんにちは。E531K と T233K0 番台です。今回は、徳海賊さん主催の企画、花より鉄棒、春の鉄棒合戦に参加させていただくことになりました。ざっくり説明すると、参加者は3チームに分かれて、鉄棒マットや鉄棒 PV のクオリティなどで競い、勝敗は投票で決めるそうです。詳しい内容や、主催者さんのチャンネルなど、もろもろのリンクを概要欄に掲載しておくので、そちらもぜひご覧ください。そして、今回の動画は、鉄棒ルーレット旅でございます。盛り上げ方下手くそすぎ。今から説明するから許して。今回の鉄棒ルーレット旅では、ルーレットに指定された、休日を出かけバスの利用可能区間内の駅に行く、という、ルーレットを回すまで行き先がわからない旅です。なお、利用可能な公共交通機関は、JR 東日本の路線のみとします。ルールはシンプルだけど、行き先によっては、長距離移動を強いられる可能性もあるのね。もちろん、ルーレットを一度に2回回すなどの不正は行っておりませんので、ご安心ください。それでは早速本編に入りましょう。今回、ルーレットの選択肢として抽出した駅は、こちらの37駅です。早速回していくわよ。1回目から遠すぎだろ。スタート地点の大宮駅から茅ヶ崎駅まで、UTM で一気に南下します。茅ヶ崎駅に到着しました。乗車時間は約1時間半。結構長かったわね。またルーレットを回すわよ。ちなみに、一度当たった駅は、選択肢から除外しています。南武線が乗り入れる、上戸駅ね。早速向かいましょう。川崎駅で南武線に乗り換えます。上戸駅に到着しました。あれ、乗車シーンは取り忘れました。何やってんだよ。またルーレットを回すわよ。横浜駅は当たりかも。武蔵小杉駅で横須賀線に乗り換えます。また取り忘れたな。違うんです、混雑してて撮影できる状況じゃなかった。言い訳はよろしい。言い訳じゃないのに。横浜駅に到着しました。次は我孫子駅ね。意外と遠くね。上野駅で常磐線に乗り換えます。我孫子駅に到着しました。遠すぎだろ。我孫子駅から常磐線で折り返し、上野駅で山手線か京浜東北線に乗り換えます。そのまま常磐線で東京まで行き、中央線に乗り換える方法もあるけど、神田駅で乗り換えた方が少し手前で折り返せるのね。
立川駅で、青梅行きの列車に乗り換えます。相島駅で、八甲線に乗り換えます。向かい側のこの列車ね。駒川駅に到着しました。さて、時間的にこれが最後のルーレットかな？東京方面に逆戻りじゃねえか。なんでこうなるの？ルーレットだから仕方ない。八甲線で灰島駅に戻り、中央線に乗り換えます。四ツ谷駅で、中央総武線に乗り換えます。飯田橋駅に到着しました。いやー、長い旅だったわね。逆方向に戻らないといけないときは特に大変だったよ。そんな感じで、今回の動画は以上となります。チャンネル登録と高評価、コメントもぜひお願いします。また、今回参加させていただいた企画に関するリンクを概要欄に貼っておくので、そちらもよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。